恐竜、そう聞いただけで誰もがすぐにかつて地球上に存在した巨大生物を思い浮かべるでしょう。映画や漫画、テレビ番組ではかつて存在した地球上で最も強い生物として語られることが多いですが、それが本当はどんなものだったか自分の目で見た人はいません。そのため何世紀もの間、人類は恐竜について常に疑問を持ち続けてきました。これから私たちジャビーが恐竜にまつわる10のミステリーを紹介します。ただし数百万年前に戻る前にチャンネル登録をして帰りの切符を忘れないようにしてくださいね。現在発見されている恐竜にはたくさんの種類があります。しかし最初の恐竜はどこに出現したのでしょう。1930年代にタンザニアでネササウルスという恐竜の化石が発見されました。2012年、研究者たちはこの恐竜が約2億4300万年前に存在した最古の恐竜ではないかと分析結果を発表しました。大きさは大人のラブラドールほどで、植物と小動物の両方を食料としていました。しかしおそらくこの恐竜が最初の恐竜でないことは確かです。研究者が発見した中で最古の種であるというだけです。恐竜の巨大さについては博物館に展示されている骨格化石を見ればよくわかります。しかしどの化石が史上最大の恐竜のものであるかは未だに謎のままです。1987年アルゼンチンで世界最大とされる恐竜の化石が発見されました。その恐竜は体長40メートル以上、高さは7階建てのビルに相当し、体重はアフリカゾウ14頭分であったと分析されています。約1億年前の地上最大の生物の一つであるティラノサウルスの仲間です。しかしこれが最大の恐竜であると断言する人はいません。ただ一つ確かなことは、もしその恐竜でお粥を作ったとしても一つの村では食べきれないほどの大きさがあるということです。映画ジュラシックパークを見たことがある人なら集団で狩りをする恐竜がいると聞いて思い当たるものがあるでしょう。しかしこの映画の内容はどこまで正確なのでしょうか。北米で一方向に移動する数体の恐竜の足跡の化石が発見されました。この足跡は恐竜の群れの足跡だと考えられています。1947年アメリカのニューメキシコ州でコエロフィシスという恐竜の非常に大きな群れの化石が発見されました。研究者の中にはこの集団化石について突然の洪水で同時に死んでしまったのではないかという研究者もいます。以上のことから先史時代の恐竜は現在のオオカミやハイエナのように集団で生活し、集団で狩りを行っていた可能性があります。しかしこれはあくまで推測にすぎません。ある研究者はプレシオサウルスなどの大型肉食恐竜は単独で生活し単独で狩りをしていたと述べています。彼らは狩りに長けていて自分の食料を他者と共有したがらないのです。恐竜は昼間に活動していたのか夜間に活動していたのか、これも未だに解明されていません。恐竜は日中に活動していたとされていますが、小型の肉食獣の中には暗闇を利用して狩りをする夜行性だったと考えられているものも数多く存在します。恐竜の眼眶に鳥類や爬虫類にはない非常に特殊な骨の輪が発見されました。この骨の輪が暗闇での活動を助けていたと考えられます。ステゴサウルスに印象的な三角形の角や背中の鱗は何のためにあるのでしょうか。これも科学者が未だに頭を抱える問題です。まず D レックスのような獰猛な捕食者に対する自己防衛のための武器であることが考えられます。その他にも恐竜の体温調節システムの一部を担っていた可能性もあります。最近の研究では家族や仲間の識別にも使用されていたと考えられています。もしその鱗がなかったら人間よりも不倫話が尽きないことでしょう。未だ恐竜の色を復元できた人はおらず、色に関しては全て推測の域を出ていません。現在の資料では恐竜は灰色や茶色、薄緑色の皮膚で描かれていることが多いですが、他の色も持っていたと考えられます。カナダで非常に状態のいい化石が発見され、それを研究した結果、最近ではオレンジ色の肌を持っていたという仮説も立てられています。これは約1億年前の白亜紀に存在していたカモのようなくちばしと水かきを持つダックビルという種類の恐竜の化石です。この化石をもとに恐竜の肌の色を決める色素細胞の種類を突き止めることが可能だと科学者は考えています。しかし今のところこの技術は羽毛の色の復元にとどまっています。19世紀に提唱された恐竜は変温動物でのろまな生き物であるという説と、19
鳥類や哺乳類のように高温動物であるという説で論争が長年続いております。何十年もの間、研究者たちは恐竜を変温動物の爬虫類だと考えていました。しかし恐竜の化石が多数発掘され、その中に素早い動きをする恐竜が存在していたことが分かりました。そのことから恐竜は高温動物であったという説を支持する研究者が現れました。現在の鳥類は羽毛を持つ小さな恐竜から進化したという説は、恐竜が高温動物であるという説に基づいたものです。しかしホオジロザメやオサガメ、マグロなど現在地球上に生息している動物でも、高温動物か変温動物かの分類が難しいものがたくさんあります。つまり恐竜の血液の謎に対する答えは未だ謎に包まれているのです。恐竜の色を再現するだけでなく、鳴き声を再現する方法も研究されています。しかし今までその鳴き声を正確に再現することはできなかったというのが現状です。ジュラシックパークで聞いた T-REX の雄たけびは、映画制作者たちが死力を尽くして作ったフィクションにすぎません。現在も科学者たちは恐竜の鳴き声を再現するための研究を精力的に行っています。その中で現在最も可能性が高いと考えられているのが、頭蓋骨に空気を吹き込む方法です。頭蓋骨から空気を吹き込んだ際の鼻腔からの空気の抜け方を観察し、首の長さと合わせて考えることで最もリアルな恐竜の鳴き声が再現できるというわけです。科学の発展により、何十年も前に死んだ動物の細胞を取り出して復活させることができるようになりました。すでに絶滅した動物、例えば旅行鳩やマンモスの復活が最近話題に上がりました。しかし恐竜のように数百万年も前に絶滅した動物を復活させることはできるのでしょうか。信じがたいことですが、答えはイエスです。映画ジュラシックパークでは、琥珀に保存された蚊の血液から抽出した DNA を用いて恐竜の復活に成功しています。しかし DNA も630万年ほどで壊れてしまうため、この方法は現実には不可能です。630万年と聞くだけではかなり長く感じますが、ティラノサウルスはそれよりも昔に生きていたため DNA は手に入りません。しかし科学界を震撼させた方法があります。最近ティラノサウルスの足の化石の軟部組織に少量のタンパク質が発見されました。これをもとに現在存在している生物から恐竜、あるいは少なくとも恐竜に近い種を作り出すことは十分に可能であると推測されています。つまり鶏をティラノサウルスに変えることができるというわけです。6500万年前、恐竜は地球に落下した巨大隕石が原因で絶滅したと一般的には知られています。直径15キロにわたる巨大隕石の痕跡がメキシコで発見されました。この隕石が1億6500万年にわたる恐竜の地球支配を終わらせました。しかしここ数十年の間、隕石落下時に恐竜が繁栄していたのか、それともそれ以前に数が減り絶滅してしまったのかという論争もあります。ある説では隕石爆発によるスモッグが地球全体を覆い、太陽光が地球に届かなくなり世界は暗闇に包まれ、その寒さが恐竜を絶滅させたとしています。またある説では、絶滅は長期的なプロセスであると考えられています。地球上の全生物種の 75% が絶滅するには通常100万年以上かかります。したがって恐竜の絶滅の原因は、地殻変動などの地球の動きが長い時間をかけて徐々に恐竜を減らし、突発的な災害がその絶滅のプロセスを加速させるというものです。